はい、どうもです。KOF14 練習対戦研究実況プレイの32回です。今回は、ルオンですね。完全新キャラですね。キムの師匠の愛人っていう設定ですが、まあ、そもそもキムの師匠がいるっていう設定自体、14で初めて聞いたんだけど、俺は。前からあったんかな？わかんないですけど。ねえ。キムがまずね、師匠的なポジションだったからね、ちゃんちょいとかな。キムのその師匠の愛人キャラ、ルオンということで。でかいんだよね、なんか。でかいよね。これさ、立ち状態でさ、マキシマと同じぐらいでかいんですよね、これ。2メーター超えてんじゃねえかって感じなんですけど。まあ、マキシマは小さいと思うんだけどな、このぐらいだと。ルオンはね、スピードが、まずダッシュが速い。小技が優秀。小足が優秀。大足長い。ぶっ飛ばっちょ強い。ぐらいかな。飛び、ああ。めくりはあんま強くはないけど、一応あるかな。ショーケート。まあ、めくり強くはないな。通常技はね、必殺技があるんだけど。まあ、とりあえず行きましょう。久々だ、技名は全部漢字一文字なので、正確な読みはよくわかりませんが、つむじかな、これ。千。月だらけ。フランケン的な、フランケン、なんならコルパタ的な。シーナゲ。シーナゲあんま見る機会ない気がするな。D 暴れが多いから。なんつってんだこれ。まあまあわかんないですけど、まあ両方フランケンですな。はい。で、特徴はついかな。中段、これは結構強いね。リッチそこそこある。で、土先端からでも発動コンボが余裕でつながる。ダッシュが速いのと立ち強キックがクソ速いんで、小技とかからでも。4発はきついか。いきそうだけどな。4発ちょっと危ないかな。まあそもそもしゃがみに当たんないから、ここは3発かな。3発からならまつながる。はい。まあまあ、中段技、普通に強いと。強攻撃から出すとつながる。で、キャンセルが可能になると。まあ、コンボのつなぎにも使う技ですね。久田が、まず1個目、劇。いわゆる蛇使い的なやつ。波動で、A が上段。これボタンを押しっぱなしで溜めて、離すと出る。まあ、長押ししても別にダメージ上がったりはしないですけど、D でキャンセルができると。なんてね。ABC で上中下なんですね。で、なんていうか、まあ別にしゃがみガードできるよね、多分ね。立ち側か。あ、できないんか、これ。あ、下段なんだ。蛇使いは全部は上段だよね、あれ。これ下段なんだね。知らなかった。これね、ちょっと判定弱くなったんですよね。なので、しゃがむと、まあ、よりぐらいの身長だと当たらないですね。デカキャラはしゃがんでも当たっちゃうんですけど。このぐらいか。ちょっと判定は弱くなりましたが、まだまだ強いですね。蛇使いと比べても、かなり隙短い方なんで、強いですね。うん。で、まあ、隙が消せるんで、こういう使い方。まあ、基本、いろんな技に出て、キャンセルしていく。飛ばしキャンセル。出し切るよりは隙は短いんで。うん。まあ、それではあんま使わないかな。うん。行くぜよキャンセルみたいな感じですね。はい。で、EX 版は、強パンボタンですね。
パ、強化パンってか、パンチ2つか。パンチ2つボタンで出る。ゲー中上と。で、相手ダウンさせると。まあ、そんな使わないけど、一応、まあ、コンボの締め、簡単なコンボの締めって感じですかね。浮かせた後に拾うっていう。ので、まあ、使うか。こいつコンボはね、ルートがすごいんでね、高いの狙うと思ったらいっぱいあるんですけど、難しいんですよね。で、次はカマ。カマ。レンなのかな？レン。これがこのキャラのね、コンボのポイントなんですけどね。まあ、とりあえずテイクで、かなりテイクで出せるんですけど、俺はこれ結構ね、苦手なんですよね。ジャックは、まあ、そのまま落ちる感じ出すと。ちょっとだけふわって上がるんだけど、下りで出すとほとんど浮かない。で、めくり判定がすごい。めくり判定がすごいです、これ。これはね、これ は一生はめられるやつなんですよね。うん。って感じですね。で、今日の方は、もうちょっと浮く。まあ、V 剣ぐらいの感じで浮くと。わかる人はわかると思うんですけど。これは、弱強の使い分けで、まあ、表から普通に行ったら、まあ、表ですと。で、その位置で強で出すと、めくりになると。まあ、このぐらいだとわかりやすい。大ジャンプかなと。っていう、これは要練習ですけど。このループがハマると結構強いと思うんだけど、中ジャンプしなくてもまあめくれてるんだな。中ジャンプなら弱でもめくれる。通常ジャンプ強だとめくれる、弱だと思ってぐらいって感じか、今の距離だと。まあちょっとこういう技で強いのが、ジャンプ弱パンがキャンセルできるんですけど、これガードさせて、こういくとめくりになるんですよ。ガードさせてめくり。これが非常に見切りづらくてね、強烈ですね、これは。ルーを慣れてないと絶対暗いやつですね、これ。うん、弱で表も一応ある。高め目からだと多分弱出ないんですけどね。こんな感じで出せば出る。これはね、非常に強いです。で、EX 版がね、あ、これちなみに、必殺だ、弱強は、しゃがみガード可能ですね。可能です。なので、裏表分かれば、まあ、しゃがみガードでもいいんですけど、有利取られそうだけどね。で、EX 版は、中段なんですよね。中段でしかも浮くというね、そっからコンボが始まってしまう。これがね、EX テイクカマがね、強くてね、こういうガードの崩しがね、あるんですよ。これでもこの後の次ちょっと難しいんだよね。高いの狙うと思ったら、まあ必殺技もちろん行くんだけど、その場垂直 EX テイクカマならいけると思うんだけどな。これがね、ちょっと苦手なんですよね。キーリスの中、左下が抜けることがよくあってね。左下入ってないんだよな。いつも左下が抜けるんですよね。あ、そうそう、ゲッキー説明忘れたけど、弱って浮かせたとこに弱、中みたいなのが入るんで。いや、マジで左下抜けるんですよね。なんだろうな。で、下左になっちゃってるんですよね、これ。普通にやったら入ってんだけど、よくわからんな。やっぱり抜けてんだよな。発動からいくと
毎回抜けるっていう、何なんだろうな。こっからじゃ入んねえか。こっから行くのは違うだったな。いや、とりあえず EX カマはあとダメージが高いんで100なんで、これをどうコンボに組み込めるかでダメージがね伸びるかどうかっていう。最大コンボ狙うときはこれ必須なんですけど、なくても十分火力高いんで、まあコンボに自信ない人は狙わなくていいですね。この方はコンボ中にはガード崩しには使っていきたいですけどね。はい。で、リンですかね。輪っかの輪。リン。弱、強。まあ浮かせ技ですね。浮かせ技。弱は、こんな感じ。強は、こんな感じ。もうちょっと横に飛ぶ感じかな。弱リンは、小足から入ります。で、B 撃が入りますね。で、今日のリンは弱からは入らないんですけど、まあ、台形や、マイビーとかから入りますね。これが入ると、弱撃が入ると。弱リンから A 撃は入らないですね。強リンから A 撃は入ります。で、近くで強輪が入ると、違う、強輪弱輪も入りますね。強輪弱輪 B 撃まで入る。あら、こんな感じか。で、あとは画面端だとこれを組み合わせで強輪 A 撃弱輪 B 撃まで入る。ただまあ B 撃よりも撃のダメージ60なんで、台形が80なんで台形で拾った方がいいですね。足払いとかこんな感じで中段いくとか。344ノーゲージ減りすぎですね。っていう感じ。393減りすぎですね。減りすぎ。まあ、一応コンボね、KOF の基本のコンボのつなぎ方として、こう下から出すときにボタン長押しすると先行入力でね最速で技が出るっていうのはあるんですけど、あの劇みたいなボタン長押しの技はこう長押ししたら溜めちゃうんで、こういう技はね、ピアノ連打がいいですね。ピアノ連打がなってない。感じで、まあ、全部ピアノ連打までいいんですけど、慣れてる人。まあそんな感じですね。ちょっと説明これ長くなるね。コンボが多いんで多分今回も30分超えると思いますが、必殺技は3つしかないんですね。あと EX リン2回蹴る、弱強みたいな感じで、弱強でもないか、2段目のモーションは違うか。ダメージはそんな高くない、87。まあこれ高くいくんで、ちょっと発生が早くて高めにいくんで、弱輪 EX リンとか、逆に EX リン弱輪とかが入るですね。最大コンボ狙う場合は EX リンは多分狙わない、使わない方が伸びるんですけど、お手軽コンボっていうか簡単にダメージ伸ばしたいときは使える技だと思います。ちょっと後でやりますけど、俺はこう EX 連だと思うんだけど、これはあんま自信がないので EX リンをよく使いますね。俺はね、そっちの方が絶対安定すると思うんで。ダメージ伸びるって言っても、まあせいぜい50とか言っても100とかしか伸びないんで、まあお手軽本のコンボ、安定コンボの方がいいと思いますね。で、下ただ、消費は、刀と釘。刀。呼び方は知りません。塔かもしれない。これ。蹴り下ろす技。ズバッと。これ、なんかモーションが面白いんだけど、左手で足を押さえて、反動で
けるという、まあデコピンですね、デコピン、デコピンの要領で、無名魚流れの要領で蹴りを蹴る技ですね。これまああんま使わないんだけど、こうかな。これね、あの B 撃からは拾えないんですよね。これは近くても当たらないですね。 A 撃から、もしくはリンから直 B リンか強リンから直は入るんだけど、 A 撃以外からはあと入らないんでっていう感じですね。まあ、そんな使わないですけど、一応使うポイントなくはないですね。でマックス版は二段技になると、一段目が地上ヒットするとロックするんですね。これ二段目、違う、一段目は空中ヒットだとロックしないんですよ。二段当たるけどちょっとダメージは下がってますね、やっぱ。これはマックス版は結構発生が早くて、通常版はジャックから入らないですけど、マックス版は入りますね。まあこっちも使わないです、全然使わない、多分通常版より使わないと思う。マックス版は伸びないんで、対してていうかもう一個の調理が強すぎるんでね。そのこれ無敵があるのか調べてないな。なし、使わない使わないです。はい、釘はね強いです。これ通常版はこんな感じ、そこそこ速いと落ちてもらって感じ。ジャックがつながる、生単発当てだと184、まあこれ刀が180だったんで、まず普通に当ててもこっちの方が強い、ラムの方が強いと。でまあいろいろ入りやすい、つながりやすい、こういうのとか。今のコーコアコは C 撃、まあ B 撃でもいいんですけど、からスパキャンで入るとか、これは入んねえか、浮かせてから拾うとか、いう使い方かな。まああとはまあ中央だったらまあこういうのから、これ入んねえか、そのままではなんかいろいろやれば入りそうだけど、まったまあ入る、まあ入ると。でやばいのはマックス版の方で、あ、まあ通常版ちょっとね、一応もう一個、あの最終段ね、最終段踏みつけ、これ固定100なんで、どんなコンボ伸ばしても100は減らせられると。でマックス版が、まあ、くっそ早くて画面始まる登録ダメージ346。ちなみにここ刀の方は337、やっぱしラムの方が強い。これね、修正するべきだと思うんだよな。最終段のダメージ50ぐらいにするとべきだと思うんだよな。これマックス1のランブで最終ダメージ100固定はね、マジで強すぎるんでね、これは絶対修正必要だと思いますね。でマックス1はマジでどっからでも入ってスーパー速いんですよね、まだ発生がね。よく見るのはこれね、これ B 撃入れ込みでどっからでも入る、この距離で入る、ぶっ飛ばしからなんで補正が入ってるはずなのに最終段100減るんで380減ると、クソ強いですね。で浮かせてからのコンボとかでもこれは入る、拾える。まあちょっと発生はこれ遅れたと思ったんだけど入ったからね、524。あとはあこれ近いとこれ入んねえのか、なんだろうな、
これは入んねえか。ちょっと待って。これで、はい、594。これちなみにあれだな、これ端なら通常版でも入るな。こっからなら445、1ゲージ445減る。通常版はね、浮かせてから絶対ここからは入んないんですよ、なぜか入らないんで。マックス版は余裕ですけど、多少高くても入るんで、すごい性能してると。で、あとはね、さっきやったこれね、ここから入っちゃうんですよね、この高さで入っちゃう。これやばいっす。確認簡単です。これはうん、通常版はこれはちょっと遅いんで、通常版は入らない、無理ですね。これは、あ、これなら入る。マジでこれはね、ダメージソースになる。412、まあまあ簡単に400持っていけると。そんな感じ。これの無敵はどう、ちなみに。あ、無敵は両方ともないんですね。そこはちょっと安心しましたね。ぶっ放し技ではないと。ちなみに弾は、弾も抜けないですね。うん、お飛んでるところがちょっと受けた無敵なだけか。なるほど、まあ、コンボ用としてすげえ強いって感じですね、釘。うん、はい。で、クライマックスはムチ。ムチといえば VIP 参戦が決定しましたが、はい、まずリーチが結構長いです。見た目伸びてるんで。で、まあ、天蓮華ですね。天蓮華からの新、あの、なんだっけ、ホタルのあれガトーのあれからのホタルのあれみたいな、ちょっと違うけど。こっちもまあね、弱くはないんですけど、釘が便利すぎてね、あんまこっち使わないんですよね。これもこういうとこから入るぐらい長いんですけど、これはさすがに無理だな。入ったわ長かったわ。はい、ってとか、まあこれは B 撃から入ったっけな、出ない合ってるよな、これ入ったような気がする。あれ入んないか、迎撃からか。うん、まあ、一応使える。まあクライマックスとどめ狙いたいときはって感じだな。これ趣味の技ですね。弱くはないんだけどね。こっちの無敵は、無敵はありますね。玉抜けで使えるかもしれないですね、これは、この技は。うん、これは下段だけじゃないと思うんで、無敵だと思うんで、玉抜け用としてはありかもしれない。はい、24分。じゃあちょっとこっからコンボいきますか。立ち回りはやっぱね、基本はね、ぶっ飛ばを縦に安定にしながら、あとはもうクソ早ダッシュがあるんで、小足でくっついていくか、中段壊して中段でガード崩して、まあめくりもある、まあ表もある、空対空もまあまあ強い。フットバーは強いですね、これ。うん、そんな感じ。飛び込みはまあ A か D かかな。飛びの軌道自体はふわっとしてるんですけど、まあ、軌道変化があるんでね、奇襲はできますね。あと台足が長いね、台足なんてね、しっかり入れていきましょう。
はい、でね、コンボなんですけど、まあ、高いの狙うとちょっとできるかは分からんけど、これちなみに今、まあ、2番手になってるな。どうしようかな。一応対象でやっときますけど、高いの狙うとやっぱりこれをね、これを入れていきたいんですよ。ちょっとじゃあ1個やると、マシードで1個やると、こういってこういって、あ、これはいかんな。 EX リンは使わない方がいいな、高いのは。これはこれでいけないなちょっと待って、どうしようかな。これ届かないか。じゃあやっぱ EX リン使うか。中央かなと間違えた。っていうかあれに化けるんですよね。こんな感じ。548、あんま高くない。本当に高いの狙うと思ったら、画面端だったら強輪から強輪 EX レーン、これ最速なら入るんですけど、これがマジで俺できないんで全くできない。入った。これができると伸びるんですけど、クソムズなんで、こういってこういってこういってみたいなのがあるんですけど、でもう一回これが入って上飛で締めるみたいな感じでいくとすげえ伸びるんですけど、ちょっと俺はそれできないんで、そういうのはまあ安定して決まるようなこういうのとか、まあ、EX リン使うなら、 EX リン使うなら別に画面じゃなくていいんですよね。間違えた。こういうのでいいんですよね。558、さっきのより高いね。さっきの EX かまあ連 EX 連か、ちょっと中央だとねマジで俺できないんでね、これ中ジャンプカマーとかやると多分中央でも入るんですけど、前俺対戦会でさ、クラークの会かなんかの時に相手のルオン使ってた方がやってたんですけど、俺2回あのコンボ食らったんですけど、あれ全くできない俺。あれ練習したんですけど、中央で EX レーンを2回入れるコンボを2回成功させてきたんですけど、俺練習したけどあれ全くできませんでしたね。あれマジですごいと思った。あれできるとね、1ゲージ400以上簡単に取れるんだけど、できないわ、あれは。ちょっと動画見返してみてください、誰か。どんなコンボだったかは。まあ、画面中央で、こういって、多分こういって、強輪入れて、中ジャンプカマを、中ジャンプレーン入れて、多分弱撃、弱輪、もう一回 EX レーン。で立ちぶっ飛ばしで締めかなだと思うんですけど、中ジャンプ最速レーンは激ムズなんで俺はできないですね。はい、であとはどうしようかな。こんなんだけでもね、こんなんだけでも減るんですよね。これ466、これだけで466はやばいと思うんだけど、か。ああ、そうそう、あとね、3ゲージで、刀使うコンボが、これなんですよ、これ。こっから拾えるっていうね。654。これ減るんですわ。654、今3ゲージで。ちなみに、同じ3ゲージで、クライマックスだと、607なんで、まあ、50ぐらい低いです。こっちの方が、クライマックスの方が、刀茎の方が高いです。はい、あとはあのマックスキャンセル、クライマックスキャンセルはあんまし伸びないですね。これも入るんだけど、これ2段目マックスは2段目からは入らないですよね。出ないです、ここからは。で、釘も
途中しかキャンセルできないです。もうあの踏みつけに入ったらキャンセルできないんで、最終段の100が入らないと大して減らないんで、ね、なのでクライマックスキャンセルは弱いですね。せいぜいこんなもん。これもね入らないですね。こうなっちゃうんで入らないです。これさすがにノーキャンは入んないよな。釘ほどの速さはないですね。なのでこういうのは入るけど、これ中央でも入るよな。低めで入れば拾える。これで709か4ゲージ、まあまあお手軽ではある。まあそんな感じですかね。ちょっと待って、はいはいはい、失礼しました。ちょっとどこまで喋ったか忘れちゃいましたけど、まあ一応ルオンの性能を要約すると、多分ダッシュが早いんで、発動コンボが簡単とか、いや簡単っていうか行きやすいとか、まあ牽制、まあ、劇があるんで結構地上戦もいける。で崩しが強いですね。中段下段がいい性能だというとこと、まあ裏表もあるとからのリターンも高いと。なんで、まあ、攻めが強いですね。攻めはとにかく強いで、ゲージあれば火力も相当出る、うんっていうとこかな。うん、まあそこそこ強いキャラだけど、まあ、弱いところがやっぱ守りですね。消費に無敵がなかったんで、ね、ひさただも無敵多分ないですね。 EX 技は知らんけど、 EX 技は別にこれ無敵あるっぽいですね。うん、まあ EX 技のこれしかないんじゃ、まあ守りはカスだということで、守りが弱いだけかな。あとはもう概ね強いっすね。なんてねっすね。うん、というわけで、まあ、ガン攻めキャラなんだろうな。これやっぱ崩しの手段としてね、中段だけだと、まあ、見える人は見えるんでガードされるんですよね。ただこれちょっとこれぜひとも練習したいんですけど、これ出ないな俺。なんで出ないんだろうな。なんで左下から入んないんだろうな。これ竜巻入れてここだと入ってんだよね。発動後に入んないんですよね。なんでなんだろうな、全くわかんないんだよな。これ入ってるけど出てないなボタン押すのが早かった。うん、これはね絶対見えないんで、絶対見えない。なんだろうな、レバーの持ち方悪いんかな。前飛びだとちょっとダメなんだけど、垂直でやっぱやりたいんですよね。ちょっと持ち方を意識して、ちょっとぜひともこれを、ここから弱輪が入る高さだったり、これ飛んでない。もうちょい走った方がいいのかな。マジで出ないですね。あらー、 EX リンでいいか。 EX リン出ないね。何ですか？これ弱別撃入るかな？入る。これで560。中段ガード崩しから560。これなら安定するかな？対象限定だな。でも中堅とかでいけるのはこういうのは良くないんだよな。
あ、弱撃を抜けば入る。マイ526。こっち入れると多分ゲージがなくなっちゃうね。こんな感じですかね。この辺の崩しを練習しましょう。守りはガーキャンでなんとかしましょう。ガーキャンでなんとか。これ飛び防止ぐらいにはなると思うね、タチコパ。全然効かないけど。タチコパでもいいか。うん。あとは、空対空で落としてくぐりましょう。くぐりましょう。はい。こんな感じです。もうだいぶ時間過ぎてると思うんで、終わります。お疲れ様でした。ありがとうございます。なんてね、なんてね。